漫画喫茶カプセルネットおもてなしの宿。初めて来ました漫画喫茶。俺もそう、来たことないんだけど、すごいね、すごい。今漫画喫茶こんなになってんだね。だって食堂あったりさ、お風呂あったりさ、もう豪邸みたいだね、誰かのお金持ちの。うん、誰かそこ限定してくんないかな。すごい漠然とした方で申し訳ないんだけど、何読んでんの漫画。テラフォーマーズとかかな。ああ、カブトムシみたいな、あ、ゴキブリが、ゴキブリの敵の。あ、面白いのあれ。お、なんかすっごい可愛いなんかヒロインとか出てくんのよ。でもこれいいなと思ったら、あっさり2ページ目で殺されんのとかさ。そういうあれだ。じゃあまあ窓マギ的なあれかな、もしかしたら。あ、俺あの窓マギ見てないんだよ。窓マギ面白いよっていうよね。あれアニメだけどね。いわゆる魔法少女みたいなさ、我々の言ってみれば魔法使いサリーちゃんとかさ、ああいうのがいきなり殺されちゃったりするんだよ。あ、そう。初回で。いや、さ、だからさ、あの最近の漫画ってさ、まずやっぱ、まあ、最初の方で連載とかさ、つかみを取っとかないと連載にならないんだろうけどさ、あの安住とかもそうだったじゃん。安住読んだ。安住、あの忍者の。そう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 。安住、安住。ね、あれもさ、いや読んだ本当に。読んでないさあなた。嘘だ。安住だろ。いや絶対リアクションが始め読んでないだ。ね、そわそわしすぎだよ。安住だよ。安住とかも、うん、子供がね忍者に育てられるなんか村があるんだよ。 そうだよ。そこでよし今日はもういよいよ実践だなんて言ってさ、やってな、お前は隣の村であの行ってこい、隣の村を皆殺しにしてこいなんて言う。そう、最初のもう10ページ目とかそんぐらいでさ、うん、で小さい子供だよ、子供、こんにちは、命いただきに来ました、スパーンって来て、バーンとかじゃないよ。何も見たことない。さすが安住だなと思ったもんね。そう、もうイントネーションが TBS の安住さんになる。昔さ、もうちょっとこうスロースターターだったよ。スローどころじゃないよ、お前ドカベン野球始まるまで何巻かかったよ。10巻ぐらい柔道だったから。ずっと柔道やってる。いい加減にしろ。本当そうだよね。だからアメリカのドラマとかもそうじゃん、どん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 あの場面がね、どんどんこいつが裏切り者、ね、こいつが裏切り者って、24的な全員が裏切り者だったみたいなさ。アメリカのなんつうのかな、うん、なアメリカンコミック、アメリカの CS でやってるようなよくやってんじゃん、うん、ドラマ、うんうん、まあ24とかああいう、ああ、そうやつ、そうやつ、アメリカのそういうやつに24さっきも言ったのに影響を受けすぎちゃってて、編集者がもう次次ってやりすぎちゃってて、いや俺思うんだけどさ、あのほら結構読む方早い、あの本読むの早い。いや全然、いや俺も遅いのよ、うん、ね、できれば速読しできるようになりたいなって昔から思ってるわけ。あ、俺もちょっと思ったことあるよ。思うでしょ、うん、思ったことある。でまあまあ新聞とかは速読できた方がいいじゃん、情報はバーッとさ、うん、でもさ、ああいうほら物語とかってさ速読で感動できんのかね。できない。だってそのドラマをさ心が追いつかないの。2倍速で、その2倍速で見たってさ、ストーリーは分かるけど多分感動はしないじゃない。感動はできない、できない。やっぱ間を、間を感じないと、ね、いや、うるせえバカ。え、二人のトークで喋っちゃいけないの。やっぱり、あっつってね、とこう閉じてこう、しばらく感じる時間とかね、これは必要だもん、絶対に。絶対また、この先でちょっと読むっていう、はいはいはい、これがないんだよ、今の。やっぱ人間関係もそうじゃない、うん、人間関係だってそうじゃない、やっぱり。どういうこと。今なんかほらメールだの、うん、LINE とかでさ、うん、すぐなんつうの告白してさ、うん、恋愛に至るまでの過程がさ、そうね、かーちょっとね、どうし今頃どうし、そうそうそう、あーね、あっ、いや分かる、電話したいけど親父出たらどうしようかなとかね、昔ね、そうそうそう、電話しようか、電話し、うん、しね、でも一回電話して、あーやっぱダメだって一回言ったりとかね、うん、お前は何が言いたいの。そういうこう、あれでどんどん好きな気持ちが増幅していく、あの間がね、やっぱりだって苦しくない恋愛なんかあるわけないんだから。お、かっこいいこと言った、毛出し名言かもよこれ。そうだよ、まあ、苦しくない恋愛はないと。苦しくない恋愛なんか僕は知らないですよ。でしょうね。いや、でしょうね。でしょうね。でしょうねってどういう意味。でしょうねってどういう意味。え、あ、後ろの棚から気になる漫画、好きな漫画を一冊ずつ取ってきてください。え、
今さちょっとこち亀、こち亀って今何巻まで出てると思う？こち亀は相当だよ、多分一番ゴルゴがこち亀だから多分こち亀だと思うよ、ゴルゴより。ゴルゴ今この辺にあったけど、あったね、160巻ぐらいじゃない？あ、すごいね。あ、まあまあまあ176だよ。ああ、176すごくね。すごいよ、こち亀。今この発注ではどんな問題が起こってるの？俺ちょっとこれこのこち亀の最新刊持ってってみるわ。いやじゃあ俺持ってきたよ。俺やっぱもう気になるのはそのこち亀だね。178巻までって6巻まで出てんのよ。何でも書けちゃうんだろうね。いやでも偉大だよ、こんだけ同じ作品をずっとか。え、今198巻まで出てるから。え、そうか。でゴルゴは、ゴルゴです、ゴルゴ180。あー、じゃあいい勝負してんだよこれ。198、今そうだ、こち亀でどんな事件が起こってんのかと思ってさ。だ、いや新しいの取り入れるからね、こち亀は。おそらく、おう、ちょっと待ってね、これ今多分トランプと戦ってると思う。おう、笑い薬、これが笑い薬だ、飲め。ああ、だから脱法ドラッグみたいな。いや、そんなことじゃないと思うけどさ。うわ、やっべえ、この小さい字見えねえもう。そうなんだよ、そうなんだよ、そうなんだよ、漫画ってそうなんだよ、もう見れないんだよ。俺もうこの距離だと何書いてあるか全然わかんない。でしかも絵がわかんないだろ、もう細かいから。うわー、漫画読めなくなった。漫画読めないんだよ。そうなんだよ。秋元治さんに解説書いてくれって言われたことあるのよ。あ、そうなんだ。うん。っていうのは爆笑問題見てると、こち亀と通じるものがあると。お、要するに現代の問題を常に取り入れてそれをお笑いにするっていう意味では私も同じなんですよっていうので依頼されて解説書いたことある。あ、そう。こういうのはやっぱ続きますよ、現代の。なるほどね。で、ピーちゃん何持ってきたの？俺はまあ結構好きな漫画持ってきました。あ、そうなの？うん、読んでないのな、あんたは読んでないんだよ。さっきのトーンで分かったけどあんたは読んでない。懐かしい、これ。嘘つけ。